捨てるはずのプラスチックごみからなんとアイスクリームを作り出すことに成功しました少し溶けて容器からこぼれ落ちる濃厚なアイスクリーム実はこれプラスチック廃棄物を混ぜて作られたその名もギルティーフレーバーズと呼ばれるバニラ味のアイスなんです イタリア出身でデザイナーのエレオノーラ・オルトラーニさんがイギリスの大学の研究チームと開発したものですペットボトルにも使われるプラスチックをバクテリアや酵素で分解しバニラエッセンスに使われる化合物を作り出すことに成功しました研究チームによりますとプラスチックから食品が作られるのは世界で初めてだということです 食品の安全検査はまだ受けておらず一般販売はされていませんがオルトラーニさんらは今後も研究を続け近年問題になっているハイプラスチックの活用に取り組みたいとしています。